お、始まりましたね。よし、じゃあちょっと解説やっていきたいと思います。パフェアリネクスト5からやります。了解です。さあ、ゼットリスがパフェアリのネクスト5からしいです。さて、より人間的な罪が多くなるから、まあ、火力のね、その殴り合いが多くなると思うんだよね。まあ、こんな感じに T スピンダブル、T スピンダブルと来ましたね。さあ、始まりました。TSDTSDTSDテトリス TSD で掘ってテトリスまで、まあ、ちょっと穴場多いけど、まあ、ここはしっかり掘っていくでしょう。あ、やっぱりコールドクリアの火力効率も落ちてるから、そんなにめっちゃずっと火力が来るっていうわけではないのかもね。いや、やっぱり早いね。本当に速度に関しては絶対真似できないんだよな。一応理論上ではできるっちゃできるけど、最適化をこれしてないのはAI の得意なんでね。これに関してはちょっときついかもしんないけど、まあ、罪をメインに見ましょう。さあ、テトリスから TSD。いや、やっぱこれなんかいい勝負になりそうな気がするな。なんかいい勝負になりそう、これ。おっと、今日も頑張ってと。かちあきさん、200円スパチャ、ありがとうございます。頑張ります。そう、最適化しないと置きミスするからね。いや、おっと、なんか逆に、コールドクリアのがパフェ取ってるなぁ。まあ、結構掘り重視になっちゃってるから、その分、パフェが多くなってるって感じか、コールドクリアの方が。火力効率で、まあちょっと上回って、で、掘り重視になってるから、そこでパフェになってるなが、しっかりうまく掘って、削って、掘りうめえな、やっぱりゼトリスな。ゼトリスは掘りがうまいんだよ、ほんとに。先にコールドクリアがもう2回分パフェ取ってるね。ただやっぱり、火力効率的にはちょっと落ちてるようにも見える、やっぱりね。まあ、無限じゃないと当たり前だけど。さあ、どうだろう。一応点数はもう25万点いってて、ゼトリス側が10ようやく20万超えた感じで、今のエルミノの先読みうまいな。ただでもやっぱり火力が高いことに変わりはないんだよね。で、穴がよくてしっかり TSD うまいな、そのドネイト。今のネクスト5個でもあの先読みできるのかな。前よりは間違いなく長引くだろうね。さあ、パフェ阻止して、いや、これは分かんないぞ。これ本当にマジで分かんないな。うん、これどっち勝つか絶対分かんないわ。さあ、パフェはないか。パフェないけど、テトリス送って、テトリスもう一回送る。お、これ特殊屋根だね。コールドクリアの特殊屋根の TSD からの TSD。まあそうだね、やっぱりゼトリス側ちょっと穴場つらいけど、さらにバックトゥバック途切らせたからもう一回穴場来るけど、ここでうまく掘っていく。アイミノまで、アイミノまで掘ってって、L から I。で、T スピン先読みして TSD から放り入れ。Z までかな？繋げないか。なるほど。あー、その TSD の作り方うまいな、Z リス。で、ちゃんと火力で掘ってって間に合わせていくと。コールドクリアの先読みは素晴らしいね。同じ強さの感じってなるんだね。これを見ていると。さあ、しっかり1台送ってパフェを阻止した。なんか、やっぱパフェ多いな、結構。コールドクリアがパフェ多い気がする。ね、結構ね、その、予想してる人でも、コールドクリアが、割と圧倒的になるかなっていう予想の人は多かったんだけど。いや、これ、わかんないですね、マジでね。逆に、火力効率が落ちてるコールドクリアだからこそ、このゼトリスのホリエンのチャンスも、あるって感じなんで。ただ、これだいぶ競り上がってるぞ、大丈夫か？ TSD から掘って、冷静に掘りで、いや、掘りうまいな、ほんとにな。初戦から凄まじいね、これね。さあ、しかし、ちょっと、競り上がって、大丈夫か、これ。いやー、あ、でも、いい、今の堀に繋げないな。T ミノから、いや、繋がんなかったかな。さあ、アイミノ、アイミノ、Z ミノ、そう、こんな感じでね、堀連が来るから、これで。あ、でも今のも繋げないのか。結構、要所要所。ホリレン繋げない部分があるけど、これは火力を優先してんのかな。結構繋ぎた方が相当強そうなムーブになる場面が割とあるんだけど、
TZ に繋がったよね、やっぱりね。結構あれか、火力重視になってんのかな、対ゴールドクリアだと。まあちょっとそこら辺は分からないけど、まあでも結果的に掘れてるから、またここで仕切り直しだね。さあちょっとコールドクリア側の方を見ていこう。で TSD 作って、さらに T スピンダブル。テトリミノが、頭皮の光のように綺麗だと。吉行さん200円スパチャありがとうございます。さあもうあっという間に全部掘れたね。全部掘れて、ここも T スピンダブルにしてからの、まあ掘りかな、掘りで掘ってってテトリスまで。これゼトリス、ネクスト5個のパフェ型ね。ただやっぱり、お邪魔がなかなか消えないね、本当にね。コールドクリアの火力が高すぎて。さあもう得点としてはやっぱり、だいぶ差は開いてるけど、50万点対70万点か。これ全部つなげるんじゃないかな、さすがに。普通につなげて。やっぱりでも、パフェ型だから、そういうのも、あれかな、加味して、ホリレンを繋いないとか、そういうあれなんですかね、おそらくだけど。そんな気はする。ゼトリスが自利品とは、それだけ火力がやばいということだね。まあ今のとかも、確実になんかパフェの取るために削ったような、そんな感じだよね。で、コールドクリアもどん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 もう優雅に、一生 TSD 時刻やってるな。で TSD か、 T スピントリプルして、さらに先読みで TSD からの、なるほど、エルミノを縦置きしてからの Z ミノ回転ねか。整地させるとしては全然ありな積み方ではあるね。長い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 。ネクストやっぱりここ同士だと相当長い試合になるな。さあ T スピンダブルで、さらに TSD 速度はもう大体てかもう同じなのかな、同じだと思うから。さあこれはどういった感じで決まるか、ホリレンゼトリスがホリレンするか、コールドクリアが火力で押しつつパフェで決めるかっていう感じの試合展開になるかね。さあこれ、この3連覇強いぞ。しかし直列でいってるから問題ないでしょう。長いねこれね。ちょっと俺の思ってた試合展開と全然違いました、正直言うと。正直言うと俺が考えた試合展開とも全く違って、これは面白い。どうなるか分かんないですね。ゼトリスはパフェ型です。そう、連続の瞬間火力は来ないからね。こんな感じにバックトゥバック途切れたり、まあでもあんまりないか、あんまりバックトゥバックは途切れないけど、掘り重視とか掘りに行かない限りは。ただ、間違いなくどっちも効率的には落ちてるから、そういうとこで掘りの猶予があるって感じかもね。で、T スピンダブルドネイトして、コールドクリアも TSD テトリスからのドネイトの TSD でさらに先読みか。先読みしといて、TSD のその先読みうまいな。相変わらずでもネクスト5個でもこんなテクニカルな積みするんだね、やっぱりコールドクリアは本当に。でもこれがね、できるラインだからな、すごい参考になるな、本当にな。さあ、TSD。TSD から TST。TST にして、さあ、どうなるのか、これは。いきなり100万超えたら本当にね、100万超えて TSD パフェはでもないな、この状態はまだパフェはないけど、終わりが見えない。どうなるかな、でもこれ削ってゼトリスから削って TSD も作って T スピンダメな、ちょっと地形がデコボコしてるけど言うて掘れるんだろうな、普通にな、普通に掘ってさあ、得点だけで言えばもう30万点差、30万点差ついてるけど、さあこれはどうなるか。
なかなか決まりそうにはなさそうだけど、一体どこまで点数が伸びるのか。いや、これはこれでいいね。このなかなか決まんない感じの試合も、これはこれで面白いかもしれない。得点感想しそう。あそこの桁までは見たことないからね、今まで。過去に一回もない。まあ、でも見たことある人は絶対いないと思うけど。この対人戦でね。100万点の試合は、まあ、まだいる可能性はあるかもしれないけど。1000万は誰一人ているわけがないだろうからな。1000万とかもう笑うしかないよ、それ。そうなったら。さあ、TSD で操作やって、で、コルトクリアも TSD で打ってって。得点これ1000万いくのか、もしかしたら。可能性はなくはないけど、いや、なんだそれ。TSD タワーなのか。いやー、テクニカルな積みすんな、本当にな。で、上で TSD 作って、なんか削って、ちょっと今一瞬止まったけど、なんかわけわかんないエルミノの回転入れさせて、スーパー入りません定義だったね、今の。で、TSD 先読みからなんだそのドネイトは。コールドクリアがやばすぎる。なんだこの積み方は。天才的すぎる積み方、相変わらずしてるね。これがネクスト5号できるのか。ちょっと人間の進化にもこれが期待は高まるね。やばいぞ積み方が。積み方やばすぎる。いや、これができるのか実戦で。頑張ろうか。オラララララってやってほしかった。わかる、無限回転練習。俺もちょっと思ってたけど、まあさすがにやるわけはないよね。そう、理論上俺にもできるからね。いやー、頑張りたいところではある。本当に今回は全てできるラインの積み方です、ネクスト5個だから。さあ TSD でテトリスで操作当たって、まだまだ長引きそうだ。さあ TSD シングルで一旦、あー、このテトリスのエスミノの先読みうまいな。エスミノ先読みして、で削ってからの掘りかな。オララぐらいだった。オララで換算してる。で、テトリス、TSD。さあ、冷静に操作当たってるから、これもまだまだ余裕な地形になりそうだな。さあ、削って削って、ドネイトは、下穴を埋めて T スピンを作ることだね。まあ、テトリスの用語の一種だけど。で、テトリスをうまく掘ってって、T スピンダブルの先を見せつつ、T スピンダブル、いいね。ちゃんと火力、効率を出して耐えている。パフェ型だけど、やっぱりなかなかパフェに持っていけてないね。まだ試合始まってから1回もパフェ取ってないんじゃないかな、ゼトリス。むしろなんかコールドクリアがパフェ型なんじゃねえかと勘違いするような。コールドクリア3回取ってるかな ?2 回かな ?2、3回取ってるけど。ゼトリス1回も取ってないな。パフェ型とはっていう感じになっちゃってるけど。やっぱり、無限じゃない。ネクスト無限じゃないと結構厳しいのかもね。さあ、セトリスも余裕で100万点超えて150万いってる。150万点超えの試合。これ30先分からないです。どうなんだろうね。また30先になるのかな。でもこれを30先ってなるとやばいことになりそうだけど。まだ一歩も決まってないんだよな。まあ、多分時間制になりそうかな。この試合を見てると。これ30先は多分日が暮れるわ。今からやっても日が暮れそうな気はする。さあ、テトリスやって。さあ TSD から、ああ、なるほど、ジェミノで削って、そこゼトリス TSD の先読みか。もうくれてる。いや、もうさらに一周してくれるってことね。さらに一周する多分。さあ TSD からの、まあお互い火力火力火力って感じだな。おお、危ない。 TSD 間に合って L から掘らないのか。 LS で掘るかと思ったけど。さあ削って削って、テトリスはそうマージンがないからね。しかしだいぶこれ競り上がってるぞ。掘れるか、うまく掘って、うまく掘っていくな。やっぱりな、掘りがうますぎるゼトリスマジで。で、ここ、J まで繋げるか。J まではつなげないか。日暮里、日暮里ではないな。で、テトリスって、総裁外してテトリスって、お、結構総裁外れてるけど、でもここでうまく総裁やってたか。押し気味なのし、どうだろうね。火力効率で押してるけど、
割とでもホリレンうまくつなげてるのはゼトリス側なんでどうなるんだろうな。ただ途中パフェが掘ったりもしてるからやっぱりそこが決め手になる可能性もありそうだな。いや本当にちょっと俺が想像してたのと全く別の試合だなこれな。こんなに長引いてかつまだ一歩も決まらないとは思わないな。そのうち総裁外しはどうなんだろうね。一応でも凝視はしないから総裁外しは意図的にはできないとは思うけど、噛み合って総裁外しみたいな感じになってまあ一方的に火力を送ればどっちかも火力で刺さりそうな気はするけどね。さあコールドクリア、ティスピンシングルからパフェはない。ゼトリスも海底根から TSD でしっかりバックトゥーバック、まあ実質バックトゥーバックの火力5ライン分を総裁合わせて穴場を回避した感じだね。さあここででも結構地形が競り上がってるけど大丈夫かこれ。 TSD が総裁当たった。さあここでだいぶ地形上がってるぞ。おっとこれは決まった、ようやく決まった。180万点、180万点対140万点。